どこままつなぐ子育てステーションいろんなジャンルの専門家と子育て世代をつなぐ情報番組愛媛の子育て情報誌どこままプラスとコラボしてお送りしています今週のゲストは人材派遣事業を営む株式会社ジャストワン 営業物件営業企画部係長の影山徹さんですどうぞよろしくお願いしますとってもスッとしたおもだちでかっこいい影山さんでいらっしゃいます,いますぜひい <laughs> youtube ご覧になってくださいねあで、あの影山さんは実はずっとこの人材サービスの方に関わっていらっしゃってもエキスパートだというふうに伺っておりますが面談が非常に特徴的だそうですねそうですねはいあのもう 肩に力を入れずに、はい、もう普段そのお友達だったりとかとお話ししてるぐらいの感覚で、ええ、世間話してる中でいいところを見つけていこうという風なところがあのモットーとしてありまして、はい、で特徴としてはですね、ええ、履歴書を見ないっていう。 <え>基本的にはちょっっと待ってください人材派遣事業ですよ <laughs>、はい、大体なんかあの適性検査とか,、はい、なんか履歴書とか持っていてああこうだって言われるっていうイメージがあるんですけど、はい、なぜ <laughs> 履歴書を見ちゃうと、はい、どうしてもその人をあの第一印象でこんな人なんじゃないかなっていう風に見ちゃうので、ええ、あえて見ずに本音で世間話をしながら、はい、その中でその方のいいところだったりとか、はい、得意なところだけじゃなくてちょっと苦手な部分だったりとかも 当然人間なんであの得て増えてってあると思うのでそこを、はい、あの素直にお話ししていただけるように、はあ、だからあると作っちゃうじゃないですか、はい、なので、えー、<laughs> 見ないようにしてますじゃあ例えば私がママとしてですね、はい、やこれから働きたいんですけどっていうところで、はい、ジャストワンの影山さんのところに来ました、はい、で影山さんにどんなことをまず聞かれるんでしょう、はい、そうですねまず、えー、とお仕事のこと でうーんとどんな風なこう内容のことがやりたいかとかっていうことも聞くんですけど、はい、今までに一番その仕事でもいいしプライベートでもいいしこれやってて夢中になれる時ってどんな時ですかとかっていうのを聞きますね。へんかその人材派遣の面談というよりも何て言うんでしょうか。あの お見合いみたいな感じですねそ。そうですね、それに近いかもしれないですね。<laughs> ですよね。はい、え、今まで一生懸命やってきたことっていうのを聞いてくださるんですか。なか夢中になって時間を忘れるほどできなんかこう例えば女性の方だったらなんか趣味なんですけど<ー>そのネイルやってるともう時間があっという間に経っちゃってとかっていうふうに言われるとやっぱり手先の器用なイメージが。 あったりとかそれ仕事で何か行かせれたりとかしたらいい,のい,いんですけどねとかっていう風にこちらが話をしていてでもそんなことやったことないですっていう風に言われても意外とやってみたらできるっていう風なだから趣味が高じてできるっていう風なところを本人が気づいてないところを気づいてもらえるのはやっぱり趣味的なとことか得意なこととか好きなことのところから引っ張り上げるのが一番早いんですよ。 はあ、今のお話を伺ってて、はい、私ネイルだったらもうあじゃあネイルサロンへっていうふうに言うのかなと思った違うんですね。はい違い違すえ細かい作業がっていうふうに可能性を広げてくださるそうですねはい、はあ、であの子育てママの一番の悩みっていうのは、はい、やっぱり子育てとの両立その両立っていうのもやっぱり人それぞれ違うと思うんですよねはい違うと思います。はい、これれはどういうふういにしててアドバイスされるんですかそうですすかそね子育てと、えー、とお仕事と ご本人の中でもし迷いがある状態なんであればそれはうんと子どもさんに寄り添っていたい時間を重視される方もいると思うのでそれはそれで正解だと思うんですね、はい。でなど,のどの辺りでその判断をしていくかっていうのはえとご本人さんがお仕事をされ始めるのにうんと子どもの将来のことを考えた時に。 えー、何歳ぐらいからだったら預けれるかっていうふうなところを判断基準にし,し,した時にですね、うん、早い段階からお子さん預けられるとあのコミュニケーション能力が結構あの高くなったりとかっていうふうなことがあって、うん、でそれ,を目指それを踏まえてあー子どもの社会を家族以外のところで、えー、子どもだけの社会っていうふうなところに出してっていうふうにする勇気があればお仕事の方にもう出られる段階じゃないかなっていうふうに 思います。はあ、なるほど。はい、そういったじゃああのまあ、生活スタイルであるとか、はい、その方の気持ちっていうのも分析してアドバイスをくださるということなんです,、ねはい、ですね。分析って言ったらちょっとこう肩苦しくなっちゃうかなとも思うんですけど、<ー>あのできるだけそのご本人が仕事だけだったりとか無理して仕事にっていう風にならないようにご家庭も、えー、お子さんもそして仕事もっていう風な形で、えー、ちゃんとバランスよく えー、ちゃんと手にしていただけるようにっていうふうな、ん、そういった、えー、アドバイスというか助言をさせていただいてますうん。だってね、みんなすごくそこで悩んでるんですよ、子育てを重視したいって言ったら、ねはい、ひょっとしたら採用を断られちゃうんじゃないかなっていう、はい、そんな心配もあると思うんですけれどもそういったところも親身になって。そうですね、あのー 直接私どもが面談をする時にはまだ派遣先さんだったりとかにお話を通すわけではないのであ,のありのままでお話をしていただいてでありのままの状態でも取ってくれるよっていうふうな力を必要としてくれるよっていうふうなところその会社さんとつながりを持てるようにっていうふうなお手伝いをさせてもらっています。 ぜひ、はい、あのジャストワンにまあ直接お問い合わせというのもいいんですけど、実はドコモモプラスの七月号に乗っているんですが、松山市鴨川の、えー、ギフトのデパート五木オープンルームで八月の二十二日木曜日に座談会があるんだそうです。これだったら気軽に行けそうですね。はい、ぜひこういった機会もご利用ください、えー。ジャストワンのお問い合わせはフリーダイヤルです零一二零四一二三八六零一二零 0 1 2 0四一二三八六です今週のゲストは人材派遣事業を営む株式会社ザストワン営業部兼営業企画部係長の影山徹さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組とコラボしているドコママプラスの8月号は7月20日に発刊ですまた南海放送の YouTube チャンネルでも今日の放送をご覧いただけますぜひご覧ください